はい、皆さん、こんにちは。ダバオチャンネルの K です。今は5月5日のフィリピン時間で1時38分になったところですね。えー、早速ですが、今日のフィリピン市場ですね、インデックスの方を見ますけども、うん、ガクッとまた来ましたね。1%弱ですか。 終わりが6299、始まりが6352だったんですね。で上がっては6354で、最後落ちていって6299で終わってますね。うんちょっと,うんと、昼ですかね、昼前後で昼の、昼前ですかね、上がってはいったんですけど、そこからまた後半落ちていってしまったような形ですね。なので、 もう今日に関しては確完全にこのピンクライン水平線を切ってしまったので割ってしまったので、うん、もう残念ですけどこの窓を埋めていく方向下に行く方向性が強くなってしまったのかなっていう感じはしますね、まあ、こちら上昇率高かった銘柄ですねこういった銘柄が今日高かったですね DLM なんかは取引回数多くて8%もアッ,てアップしてたのでこの辺まあデイトレとかやってる方には良かったんじゃないかなと思いますねちょっと私今日は朝は板とあゆみ峰の方の録画を1時間ほど朝市の市場、まあ、実際の銘柄を使ってですね録画してたんでちょっと入りは遅かったんですけどうんこの辺 もしかしたらチャンスがあったかもしれないですね。取引回数別で見ると、こういったものが上位トップ10になってますね。うん、ざっと、まあ、半々ぐらいですかね。赤、緑、プラスマイナス0。うん、な感じですね。私が監視していた銘柄たちも、うん、半々ですね。赤と、赤と緑ですね。 で全体のサマリーとしてはこちらですね。92銘柄アップ、111、すみません、114銘柄がダウンで、43銘柄が昨日と同じですね。終わりとですね。で、出来高ボリュームの方が4.15ビリオンなんで、41.5億株ですね。で、トレードの方がまた下がりましたね。6万回、6万3000回になってますんで、 うん。まちょっと下がっちゃいましたね。で、今日は私何に入ったかって言いますと、まあ、ちょっと動画では撮ってなかったんですけど、あの、PX とか LC で入ろうと思ったんですけど、ちょっと注文がグググってその時に上がっていってですね、注文が入んなかったんですね。まあ、LC は前回もリジェクトされて、今回もこれ、なんか一般人入れない銘柄なんですかね。ちょっと調べて前、前調べてみたんですけど、 うん、資金が足りない時とかリジェクトされるようってあったんですけど、資金は問題なかったんで、なんかあるのかもしれないですね。で、えー、その後、11時56分ですね。こちらでランドですね。1.96で入りました。で、すぐにエヴァーでも11時56分に3万株で、約6000 ペソ弱ずつですね。トータルで1万1000弱。まあ、手持ちの金額ですね。で、結果としては、残念ながら11時26分にそれぞれエヴァーとランドですね。買った金額よりも、ちょっと安い、低い株価で売りましたね。0.196を0.193で、こちらがエヴァーがマイナス1 1.5%ですね。で、ランドの方が1.96を1.94なので、まあ、1%ですね。これに手数料とかかかってきて、金額で言うと、えー、とマイナス312ペソですね。昨日からするとマイナス312ペソ。まあ、なので、デートリに使う金額としては1万と300ペソぐらいになってしまったんですね。 うん、あとは、まあ、ちょこっとだけ見てみますけど、まあ、中期で持ってるコンバージとテック手がいからず悪くてですね、コンバージは昨日、今日か、昨日の市場が終わってからですかね、あの、イオンマスクのテスラ社ですかね、イオンマスクとなんかコンバージの社長がなんか話するかしないか、なんかそういったニュースが出て、 出てたんですねで今日に反映されるかなと思ったんですけど昨日とっくに反映されてたんですねなのであの昨日は久しぶりに19.2を超えて19.56ぐらいまで上がっていってたんですねなので、まあ、今日は全然上がらずに、うん、19ぐらいまで下がる時もあったんですけど最後上がってきてくれて今19.16ですねなのでいいニュースが 私なんかが手に入れる時にはもう市場には織り込まれているということなので,で昨日、19.56がそういうい,いニュースによって引き上がっ,たのが上がっても19.5ぐらいということだと、まあ、20ペソで利確とも思ってはいるんですけど 19.4とか次来るタイミング来たらもう理覚してもいい,い,いのかなって昨日と今日の値動きを見て思っていますね。まあちょっとテックは頑張ってほしいですけど、まだまだかかりそうです。で、実際の値動きどうだったかって言いますと、まずランドの方ですね。朝ぐーっと落ちていって、で、狙ってたのが1.9495ですかね。このあたりで、 ここで耐えてたんですね。ここで耐えてたので、で、何回もここで支えられてる1.94ですかね。1.94とかで支えられてたんで、あ、これ上に行くんじゃないかなと思って1.96でエントリーしたんですけど、うん、やっぱり全体で見るともうダウントレンド下降、下落していってますんで、やっぱり、うん、 上がる元気はなかったですねちょっとまあ反省としたらもともと,ちょっと入ってはいけないこういう冷やしで見てる冷やしで見てるとこういうチャートの動きですね動きのチャートの動き、うん、してるものだったんで、まあ、昨日ちょっと昨日おとといちょっと良かっただけで今日は、うん、入るべきではない 銘柄だったのかなとそそもそもですねで次がエヴァーですね。こちらも0.196ですね。11時56分ですね。だいぶ後になってから、この辺りで0.196ですね。まあ、この0.193とか194ぐらいで、なんか揉んでそうな、もんでじゃないですね。こう ちょっと支えられてる感じがあるのかなと思ってたんですけど、まあ、そこからちょっと下がっちゃってうん結局は0.192まで下が,下がり続けちゃったんですよねまあこれももともとで言えばそもそもかそもそもまあもう,はもう最高値更新し続けていってもうエネルギーがパワーがなかった名なくなってる銘柄だったのかなと うん、で私がやりたかった取引っていうのはこういうやつだったんですよね PX ですね。こう朝15分間は上がっていったんだけど、まあ、ちょっと落ちてでさらに落とされてでこの、まあ、ちょっとサポートラインっぽいピンクのラインがあって そこでなんとか踏ん張って11時53分40分から上に向けてあの登っていったとで朝の高値をですね6.74とか75を超えたぐらいから一気に爆発して上まで行ったとうこういうのにこういうのを市場の途中から朝一から入れない今日なんかはちょっと狙いたいなとは思ってたんですけど う,んうまくいかなかったですね。他にも監視メ柄の中で PRMX っていうのはあったんですけど、ここはまあちょっと昼食取ってたんで、んまあもうタイミング気づいた時はだいぶ登ってたんでですね、もうここで入ると、こちらも朝の高値ですかね、この3.36ぐらいの前で、まあちょっと落とされるんじゃないかな、今入っても、 これはすぐに落とされる危険性があるなぁと思ってやめちゃったんですけど、まあずっと市場を見ていれば、まあ要線2本完成されるぐらいで入って、で、あとここ、まあたらればですけど、3.36ぐらいで注意しながら、まあ理できてたのかなと。そうすると、まあ私の 目標の3%ぐらいはここで軽く取れてたのかなっていうところですね。なので、ん、やっぱりこう気を抜いてはいけないなっていうのはありますね。チャンスはやっぱりあるにはあるんですよね。それをつかめるかつかめないかはやっぱ自分の判断、決断になってくるのかなというところですね。 というところで、今日の反省点は、まあ、そういったところですかね、まあ、反省点というか、今日は途中から入ったので、な,なんかいまいち自分の中でも、なんかこういわ、変な違和感を持ちつつ、ちょっとトレードしたような形でしたね、まあ明日は朝一からいつも通り入ってい,くいけると思いますんで,、うん、で、木曜日、金曜日、あと2日間残ってますんで、今日今週負け続けてるんで、ですね明日明後日は、ちょっと買っていきたいなと思います。 ということで反省の動画はここら辺で終わりたいと思います。今回もありがとうございました。